定置式模型蒸気機関蒸気機関の模型模型蒸気機関とは1920年頃から生産され始めたライブスチームとしても知られる小型の蒸気機関である。当初は実物の販売促進のために実物を模していたが、現在では一部の愛好家の間で趣味や物理の教材として使用されている。実物と比べると単純な構造だが作動原理は同じである。古くから 熱機関の教材としても使用され、技術家庭科の授業で教材として作られる例もある。多くの人気のある模型は台上に乗り、ボイラーと機関がある。垂直型ボイラーの製品もある。便装置は首振り式やスライドバルブやピストンバルブを用いる形式がある。安全性向上のために安全便や水面計、圧力計が付けられている。運転前に可動部に注油する。 急雪にスチームオイルを入れる。ボイラーに水を入れて、アルコールか固形燃料を添加して、蒸気を発生させる。水面系で、水の量を確認して、体気を防ぐ。発生した蒸気が、機関に送られて、シリンダー内で膨張して回転する。ボイラー周辺と煙突、機関周辺は高温になるので、火傷に気をつける。模型蒸気機関には付属品があり、 ノコギリやボール板等の工作機械を駆動する昔の工場の様子を再現することができる。発電機を回転して運動エネルギーを電気エネルギーに変換するものもある。低知式蒸気機関の種類には、ボイラー状に蒸気機関を設置しているものもありそれらは昔の蒸気自動車で見られた。模型の場合、設置面積が少なく蒸気の経路が短いため、熱の損失が少なくて済む。 使用後、長期間使用していない場合、ボイラー水に含まれるミネラルの濃縮による安全弁の固着により規定の圧力でも正常に作動しない場合があるので分解して点検する必要がある。ボイラー水にはなるべく蒸留水を使用することが望ましい。水道水を使用すると含まれるミネラルにより安全弁が固着する場合がある。 古い製品にはアスベストが使用されている場合があり、健康上、扱いには注意を要する。AB ベビーエレファント号、1番ゲージの部品で5インチ、トイを作る。鉄道模型趣味。大人の科学マガジンボリューム07、蒸気エンジン自動車大人の科学マガジンボリューム35、V ツイン蒸気エンジン。ありがとうございます。